はい、谷口です。さあ今回ですけども、今回はね、後転倒立っていうね、技の講座をやっていきたいと思います。皆さん、ヘタッピな後ろ回りやったことありませんか？あ、先生ね、授業中はあんまりヘタッピとかヘタクソとか絶対使わないタイプなんですけど、今回はあえてヘタッピな後ろ回りができといた方ができる後転倒立のやり方教えていきたいなと思います。この動画を見るとね、後転倒立って技のやり方のコツやったりとか、ここを気をつけると後転倒立もっとやりやすくなるんじゃないかなっていうのをご紹介していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。レッツヘタッピな後ろ回りでもできる後転倒立、いきます。はい、じゃあね、まずはお手本見てもらったと思うんですけど、ヘタッピな後ろ回りの足が上に上がった部分があると思うんですけど、あれ非常に使いますね。後転倒立の場合は足を上に上げないといけないので、ヘタッピな後ろ回りの足の上げ方非常に大事になってきます。まずはこの練習からやっていきましょう。まず一つ目の練習はゆりかごから背倒立、ではやっていきましょう。まずは座りましょう。で、ここからゆりかごをして、このまま背倒立、これですね。はい、ゆりかごで後ろに転がった状態からしっかり足を伸びきるまで背伸びをする。はい、これが非常に大事になってきます。今度は後ろ回りのポーズをとってから同じゆりかご背倒立をやっていきます。この時にね、気をつけてほしいのが足先の方向ですね。あまり頭よりも後ろに行っちゃうと、このただの後ろ回りしかできなくなるので、できたら自分の頭よりもちょっと前ぐらいを狙って背倒立していきましょう。こんな感じですね。はい、慣れてくると今度はだいたいね、首の下あたりが浮くぐらい、手でしっかり地面を押しながら背倒立をやっていきましょう。足を伸ばす勢いと同じタイミングで地面をしっかり押す、これがとても大事になってきます。ここまでできるようになってくると、今度はいよいよ手をしっかり肘が伸びきるまで押していくんですけど、この時に押した時に普通の後ろ回りと同じ目線をしていると、はい、結局足が降りてきてしまうので、足を伸ばして手を押した時には倒立と同じで手と手の間をしっかり見てあげましょう。後ろ回りをして足を伸ばして手を押した時に見る、この時に体をしっかり締めてあげましょう。中途半端な肘の曲げ方、伸ばし方をすると地面を見ることができないので、しっかり一気に伸ばしきるようにしましょう。どこまで止めれるかやってみましょう。よいしょ、こんな感じですね。はい、いかがだったでしょうか。今日はね、ヘタッピな後ろ回りができる人は特にやりやすい後転倒立のやり方っていうのを説明させていただきました。手を曲げたところから一気に引き伸ばす、結構腕の力も大事になってくるのと、あとは足が上がったタイミングね、足が伸びきったタイミングでうまくタイミングを合わせて伸ばしきって地面を見れるかっていうのがすごくコツになってくるので、よかったら何度も練習してやってみてください。モテたい男子の方必見でございますので、ぜひともやってみてください。ではこの動画が参考になった、面白かった方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、またお会いしましょう。さよなら。